¿Qué más tengo yo?皆さんこんばんは。私あの里の方から来ました前城と申します。よろしくお願いします。金城さんとはもう長いお付き合いのもんです。なんかあやぬうからあびれって言うんですけど、私はもう金城さんみたいに人の前で喋ったこともないし、いいできませんよって言ったら、うん、絶対出なさいって言うんですから影響を受けたんですけど、ちょっと自分のこれはもう今私のなんか個人のなんか意見をちょっと言わせていただきたいと思いまして参加したんですよね。それでちょっとお聞きしてほしいんですけど、私はですね、あの西園橋の安里の方の西園橋に住んでるんですけど、なんかのそこ今とても綺麗になってますよね。なんか歩道の方もとっても綺麗になってとっても喜んでました。ところがですね、ある日なんかのタイルを全部剥がしてるんですよ。それで、お友達と2人歩いてる時に何ができるのかねと思ってとてもなんか不思議に思ってたんですよね。そうしたらある日突然サバニが置かれたんですよ。それでなんか、なんでこんなところにサバニなのとも友達と2人も不思議に思って、ね、なんか意味があるのかねと思ったんで、このサバニがなんかあんまり綺麗じゃないんですよね。見てもなんか竜だか蛇だかよくわかんないんですよね。それでよく見たら竜なんですよ。なんかそれを書いた人にはとても申し訳ないんですけど、なんかあんまり綺麗じゃないんですよね。皆さんもしバスでもなんかご覧になってどう思いますか。見てください。私たちはもう毎日こっちから通るんですよね。そしたらなんかいつもなんかなんか変な気持ちになんかいつも思うんですね。それで皆さん、まあ、人はみんなそれぞれもの考え方があると思うんですけど、私の周囲の人みんななんか邪魔よねって言ってます。はっきり言いまして、ですからできましたらもうどこかに持っててほしいんですよね。せっかく綺麗になったのに、なんかちょっと周囲にちょっと合わないんじゃないかねと思ってるんですよね。それでなんか余計またびっくりしたのには、これがなんか2000万のお金をなんか使ってるらしいんですよね。それみんなの税金だと思うんですよね。それもなんかちょっとあの納得いかないんですよね。それでなんかお友達と2人歩きながら、これは2000万って書いて貼っておきたいねって言ってるんですよね。本当にもういつもこれを見るたびにちょっとなんかもう異様な感じでもあまり面白くないんですよね。できましたら天仏の前にでも持っててほしいです。天仏いるところがいろんな今あのスクリーンとかができてますよね。あのスクリーンもちょっと皆さんどう思います。なんか綺麗と思いますか。竜がおかしいですね。はい、なんかもう色もよく、またあれもよく見たら竜なんですね。なんで国際通りにこんなあっちもこっちも竜なんでしょうかね。なんかちょっと私たちにはもう分かりません。このなんかスクリーンもすごいお金がかかってるらしいんですよね。なんか、なんか別になんかすごいお金がかかってるらしくて、それでまた皆さんご存知ですかね。このなんかの天仏の裏の方にあのなんか大綱引きの妻があるの皆さんご存知ですか。それもなんか5000万だそうです。皆さんどう思いますかね。私たちはもう全然これにも納得いかないんですよね。だって沖縄は台風が多いですよね。なんか雨風でやってもなんかシルバーで起こるんじゃないかと思ってるんですけど、地元の人もほとんどわからないと思うの。私の周囲はほとんどわからないんですよね。まず行ってみてくださいってみんなにも今言ってるんですけど、なんか上の方たちはなんかあの、ね、観光客のためにって言ってましたけど、観光客もそれは大事ですよね。だけど地元の人ももっと大事にしてほしいと思います。私たちは毎日の生活本当大変なんですよね。年金も減らされて毎日苦しい生活を今からやるんですけど、こんなものにお金使ってほしくないです。はっきり言いまして、だからもっと自分たちが分かって、できましたらあの後ろの方にはですね、この天仏の後ろの方にはお年寄りが行く場所とか、みんな今どこにも行けないお年寄りがいっぱいいるんですよ。私の周囲にも子供たちのほらあの保育園を作るとか、そういうのを作ってほしかったです。はっきり言いまして、ですからそのお金でもそれもみんな議会では通ってるんですよね。
だから私たちにはもう納得いかない、知らないことがあまりにも多すぎて、自分たちの知らないところでなんかどっかにみんな進んでるみたいで怖いです。ですから自分たちが議員を選ぶ時も、もっとずもう本当にもう吟味してもう投資したいと思います。投票に行く時もよく考えて、もう知らなかったとかじゃなくて、知らないということは本当に怖いことなんですよね。それでなんか若さの方にもなんかこの間の新聞読みましたら、なんであんなところであんなお金が使う必要があるんですかね。それも納得いかないです。それで、ね、皆さん もう本当にご存知だと思うんですけど、本当に自分たちの老後はどうなるかも心配です。はい、ですからみんなとなんか知らないこと、知らなかったってじゃなくて、知ることからまず勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。